せーの、めんどくさいレジェンド。めんどくさいような言い方で言ってみました。あ、やっていきます。よし、多分この二人も先頭に入るんだろうな。やめとこう今回は。奥の、まあ裏の時でね、ちょっと作業としてやっときますわ。それよりも他のところ、ババア、赤い服のやつやな。部屋が選べるんだ。王子、王国より資金など受け取っておりませんが。くれなかったね、あの気違い、気違い王子、王子じゃないわ、王様。ならば少ない金銭でやりくりしなければならないということですか。では小さい部屋にいたしましょう。ちょっと待って、ちょっと男と女二人きりのがさ、あの小さい部屋とか行ったらさ、ベッド一つになりそうで、ちょっとそういうのダメだと思う、そういうのダメだと思う、そういう、まあ僕はいいよ、僕はいいけどさ、うん、もう小さい部屋に行ってしまったらさ、あの動画が R18 になってしまうけんさ、うん、視聴者さん的にダメなんよ、わかった？え、小さいベッド一つみたいなんだけど、そういね。王子、そのような無礼はいたしません。私は床で寝ますゆえお気遣いなく。いや、お気遣うよ、フレンダちゃん、自分のこと気遣ってあげなよ、僕は気遣うから。え、さすがに女にそれはさせられないな。問題ありません、遠征では草むらや穴蔵で寝ることも少なくありませんので。え、うーん、止まらねえよ、まだ止まらねえよ。まず話しかけてからでしょ。え、なにこれ、侍神剣かな、侍神剣の得得をしたいと申すのか。今 LINE 来たので、ちょっとカット。はい、おかんからの LINE だった。はい、よし、やってきます。そんなの得得にしたに決まっとんで。はい、よかろう。ならば、なんて読む？修行蔵の鍵を渡そう。そして修行蔵の奥地にある医療モテ山猫ストラップ。やたら可愛いな。修行蔵とかいうところに行く場合にはすごい可愛いもんが置いてあるんやな。を持ってくることができれば、姿を認め、侍神剣？神ってそっちの神ちゃうんじゃない？よう考えたら。うん。まあなんか、なんだろう、サブイベントみたいなもんなんかな。よっしゃ、あ、女の子一人の、女の子、ジョーちゃん一人の部屋に入っちゃった。なんか俺、危ないおっさんみたいに見えとるかもしれん。昔話します。昔、昔、あるところに、貧しいおじいさんとおばあさんがいました。昔話は本当に、モータロー的な感じかな。おじいさんは、貧しさをどうにかしようとしてファックスを始めました。なんで？ FX ってファックスじゃない？最初は儲け方が分からず、10万円、20万円とお金が飛んでいきましたが、だんだんと世界情勢に強くなり、世の中の流れに完全につかめるようになりました。それからおじいさんは月に数千万円を稼ぐようになり、自分用にジェット機を買いました。革命を起こした。ある日、おばあさんを聞きます。おじいさん、今幸せかい？おばあさんは失敗になったのです。以前はせっせと畑仕事をしていたおじいさんが、カップも始め、今は自分の持っている財産が働いてくれるのです。しかし、それも一つの道、投資をする人がいるからこそ奇跡。わしのやり方に文句があるなら何でだろう。おじいさん、制度の中でやがておばあさんとはいつまでか間違った関係になってしまったのです。おじいさんや彼もいい、それも大事だ。だからね、私のことを考えて言ってくれた昔のおじいさんの方が私は好きでしたよ。おばあさんは去っていきました。生成したわい。おじいさんはそれからも投資を続けました。どんどんお金が増えていきます。でもどうしてでしょう。おじいさんの心は満たされません。こんなに溢れるほどお金があるのに、どうしておじいさんの心はこんなにも寂しいのでしょう。おじいさんは遠く山の向こうを見上げると大きなため息をついてしまいました。せいついて言いました。大きな幸せも一人だとつまらんね。大きすぎたんじゃ。わしらにとってはおじいさん。おじいさんは静かにアップルの株を買いました。ジョーちゃん、その話はちょっとさ、まだ早いと思うわ俺。ジョーちゃん、株って聞いてもさ、野菜の株しか思い浮かばんだろ。そんなん聞いとって楽しい？そんな話を他人にして話し？楽しい？話してなんだ。よし、満を持して寝よう。正直お嬢ちゃんの話は何の得にもなからなかったわ。俺そんな話されてもさ、ちんぷんかんぷ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 んやんか。よし、そりゃあ視聴者さんのさ、俺は大きい部屋に泊まりたいよ。大きい部屋に泊まってさ、豪華に過ごしたいけど、あの視聴者さん的にさ、フレンダちゃんとのうっふんあっはんを見てみたいんだろうな。小さい部屋、
はい、何も送らない。はい、何も送らない。残念でしたね、シロさん。お前らの求めていたな、エロスというものはな、クロノゲームではないんだよ。よし、おはようございます、王子。結局この椅子で寝たんかな。ああ、おはよう。今日も一日頑張りましょう。さて行くか。何もなかったね。回復しただけだったかな、これ。だとしたら10ゴールドでよかったな。大きい部屋に泊まってみようかな、次は。なんか大きい部屋、20ゴールド多いんだったらさ、なんかありそうな気がしますもんね。さて、ここ入ったかな。あ、入った入った。あの、コンタクト。あ、そうじゃそうじゃ。コンタクトレンズ探せとか言うたのじゃ。あの、めんどくさいコンタクトレンズの悲劇が始まりそうやな。終わった後に言うようなこと言うけどさ。この建物は先に進むとこだけんさ。先にコンタクトレンズを済まさなあかんけど、コンタクトレンズやらんでもさ、先に進めそうな気がしてならんよね。まあ、先にこの鬼ごっこ済ませるけどね。よっしゃ、ガキン。どれぐらいの時間待ってくれとったかわからんけどさ、鬼ごっこしようや。じゃあ、僕が鬼で、お兄ちゃんは逃げてね。逃げる方か、俺。それじゃあ、スタート。あっ、あお前、上に、何お前。スタートって言うたら時点から逆側に回っとんな、お前。良いシュートやな。上から来るんや。で、あ、つまりあれじゃ。悪巧み考えたら、こっちから話しかければさ、左から抜けていけそう気がするんで。ほらね。あ、けど早いな、こいつ。1分半も逃げなあかんのか、緊張感。やばいやばいやばい。この先がちゃんと通れる。いける。あ、いいとこ右だ。いいとこ右だ。やった、いいとこ右だ。やーやった、これやった、もう。やったよ、これ。やった。あっ、U さんしてきた。なるほど。これも気をつけな。俺の方がちょっと早いやな。よっしゃ、はめたはめた、一回でやるよ、これやった。いいね、最初にいいっすわ。ガキにさ、あって言うな。ガキにちょっとさ、人生のな、挫折っていうのを見せてやらなきゃあかんけんな。俺のこれ、3分泣きのね、叩きつけてさ。それにしても、めんどくさいな、お前。もう、振り切っとんやけんな。だいぶ振り切ってやけど、諦めてさ、高3って言ってればいいのにな。チャレンジャーってことは知らんのかな。よし、あの3人よ。多分倍速してます。それは倍速してるわ。このすっごいさ、同じことの心、ぐる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 回っとうだけやもん。あ、もっと楽だった今、ちょっと若干今なんか増えた、なんか増えた、なんか増えた、なんか増えたけど、これちょっと待って、壁あったやん。そう、俺が人生の厳しさを教えられた感じになってしまったわ。そう、このガキはキャンプなきまに叩き目さな、俺のプライドが許さん。よっしゃ、やるぞ。めんどくさい冒険が始まる、ゴゴゴ。めんどくさい伝説がここに、カムオーケーがだるい質問を終えたら、ヘイゴー回りくどい試練の道へ、やまろエロボ捨てさせな、手筋はよわたせやめいどか。だって俺も喋ることなくなってきたもんな。よっしゃ、そろそろ離脱しよう。よし、もう一人がどっ、あーちょっと、あー三人目おった、三人目おったわだ。これ僕は思うわけです。今の鬼ごっこに何の意味があるかってね、考えてみました。3日間寝台で考えてみました。答え、まあ導き出せましたよ。意味なんてないです。というわけでな、やめます。鬼ごっこやりません。残念でしたね。俺はもうめんどくさかったらすぐに打ち切るタイプの人間です。てかそれよりもね、コンタクトレンズ探さなあかんっていう使命感がありますからね。コンタクトレンズどの辺に落としたとか、ヒントを教えてもらえんかな、どの辺に落としたらかとか。これ白よりも広いしさ、どの辺見たかとか忘れてしまいそうでさ。このコンタクトレンズもさ、別に拾わんでもよかったパターンのやつかもしれんけどな。めんどくさいけんやらんっていうパターンもできるかもしれんけどな。
一応俺ある程度はやってみるわ。ちょっと飽きてきたらもうやめるけどさ。あ、この指輪も喋りかけない。喋りかけんのかい。ララ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 ラ、ラララララララ。ララ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 ラ壁とか入っていくって俺もうやばいよ、発狂するよ。これを探すパターンなんて何年2回もやらなかったんだろうな。しかももうさ、コンタクトレンズなんかさ自分で探せで一回見つからんのだから帰ってから。あーやった、そんなこと言おったらコンタクトレンズ本当なぜここにいて、よう見たら買っとんねこれ。相手も屋さんなりの考えがあってのかとかもしれません。考えあるか。多分あのおっさんここでさタチションしよったな。フレンダは彼に謎の信頼を置いてるね。テーズンとレバーのチョコレートモヒン店長ですから。それだけでかい。謎のあだ名で呼び合ってるんだね。セーブしておこう。いやセーブせんでもさ、リスタートの時にここに来ればいいだけやけどな。やった、思ったより早いな。3分ぐらいで見つけたんちゃうかな。だって町の4分のいや5分の1かもしれんな。5分の1ぐらいしか見てないもん。やった、おお、これはもう片方のコンタクト。ありがとうございます。これで商売が再開できる。アイテム屋さんで買い物ができるようになった。あ、得できるんじゃ。見返りはあるやん。商売、商売。金がないけどね。なこれ。本物でもないし、能力も上がらんのかい、これ。レプリカやけんな。HP 回復アイテム。フレンダ専用アイテムじゃ。レーズとレバーのチョコレートマフィンやって。なるほど。攻撃力上昇して混乱状態になる。すごいな。魔物の血。なんかフレンダー飲んだことあるって言うたけど、混乱状態になるんだよ、あれ。えげつないもん売ってるな。いけるのそれ。麻薬とか感じでさ、警察に検問とかないんこれ。大丈夫な ?MP 回復、HP80 回復。アルコールのやつとまたちょっと違う感じなんやな。年の方がいいかっていうのは微妙なところ。まあお金があんまないんやけんさ、オフの時に本当金稼いでから来ようか。鬼ごっこやりたくないな。先に進んでしまうか。進めるかは知らんけどな。あ、ののの HP が減っとうけど、これはあれだ。フレンダのスキルで回復しとけばいいか。いちいち寝に行く必要ないだろ。よし。あ、でも待てよ。これ先進んだら、お金回収できんかもしれんな。あーどうしようかな。じゃあ今回は鬼ごっこをもう一回やって、成功しても失敗してもそこで終わりにします。あやだ、こっちから話しかけたらやりやすいんだった。ああなめとった、俺子供をなめとった。ああ、どうミスした。何が、成功しても失敗してもここで終わりますじゃ。全然枠稼げてないやないか。何でしょう、俺。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。ちなみに、今回の収録時間、17分ちょいです。今回もあんまカットとか倍速とかいらなさそうですね。やったね。